さすがに無茶すぎる修行方法。アニータ雑学。アニメや漫画を見ているといろんな意味でヤバすぎるめちゃくちゃな修行方法を目にすることがよくあります。そんな奇想天外な特訓は多分普通に死ぬだろうって修行であったり、多分意味のない修行であったりと様々です。というわけで本日はさすがに無茶すぎる修行方法ランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは本チャンネルにて実施したアンケートの投票結果およびコメント欄の反応をもとに順位付けした結果で見ていきたいと思います。投票総数 5.1 万票、総コメント数355件。皆様たくさんの投票&コメントありがとうございました。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方も覗いていってください。また本ランキングはいろいろな作品を紹介するため1作品につき1つまでのノミネートとさせていただきます。それではスタート。第30位、アイシールド21、デスマッチ。まずはじめランクインしたのは、たった40日でクリスマスボールに行く方法、デスマッチ。アメリカンフットボール選手権大会決勝、通称クリスマスボール、史上最強とも言われる今年の参加チームを倒し、創部2年の寄せ集めチーム、デーモンデビルバッツがクリスマスボールに行くためには、チーム全員の基礎能力を限界まで上げることが必要。そのために、主将のヒルマは決断を下す。それこそがデスマッチの決行であった。内容はその名の通り、死の行進。かつて有望な選手を現役引退にまで追い込んだ、限界を超えた危険な特訓。まず選手たちは、アメリカでの帰りのチケットを破り捨てる。40日以内に帰国しなければ、大会に参加することすらできない。帰国方法はただ一つ。テキサスから2000キロ以上先にあるラスベガス。そこでヒルマが大勝ちすること。つまり途中でやめることのできない地獄のトレーニングが始まった。それぞれにポジションごとの課題をこなしながら、毎日ひたすら進み続ける。中でも特にきつそうなのは、ディフェンスを担当するラインチーム。彼らはトラックを押しながら進み続けることとなる。全身の筋肉がズタズタになり、意識が飛びそうになるほどの苦痛が続き、それでも前に進まなければならない。コメント欄で注目を集めて、見事ランクイン。第29位、幽遊白書。霊光波動拳の継承。続いてランクインしたのは、いつ終わるかも分からない苦痛、霊光玉。霊光波動拳継承者である玄海、人間界最高峰の霊力を持つババアだが、死期が迫ったことで弟子を取ることに。大会を開いて優勝したユウスケが弟子に決まり、継承のための修行が開始。まず霊波動を指先の一点に集中し、針の上に指一本だけで倒立し、12時間ひたすら耐え続ける霊力一点倒立に始まり、玄海の霊波動を受け止められるようになるまで受け続ける修行、木の上で座禅する修行、針の山で寝る修行など厳しい修行を1ヶ月こなし、一度修行を中断する。暗黒武術界への参加が決まり、両足に鉄球をつけて崖に捕まりながら玄関に殴られまくる修行を挟んで暗黒武術界が開始。順調に勝ち上がるも、このままでは決勝でトグロチームと当たり、ユースケはトグロ弟に殺される。ユースケでは10年離れと分かりながらも、玄関は霊光波動拳の継承である霊光玉による試練を与える。霊光玉は体に入れると肉体は再起不能、精神は崩壊、想像を絶する苦痛は何日も続き、いつ終わるかも分からない。ユースケは全身から出血し、死の直前まで苦しみ続けるが、霊怪獣のおかげでなんとか乗り切り継承を完了させた。コメント欄では子供の頃に見てトラウマだったと注目集めて、見事ランクイン。第28位、稲妻11、稲光修練場。続いてランクインしたのは、伝説の稲妻イレブンを鍛えた謎施設、稲光修練場。フットボールフロンティア優勝を目指す、ライモ中サッカー部。次の対戦校である、御影洗脳に勝つために、マネージャーの夏美は、ある施設を発見。40年前の最強チーム、稲妻イレブンが練習に使い、数々の必殺技を編み出した特訓場、稲光修練場であった。ライモ中メンバーは、特訓を開始、ボールを連射しまくる、ガトリング砲、無限に走らされる、巨大ルーレット、ダッシュをやめると、車に轢かれる、動く床、謎の光線を発射するレーザー、修練場の扉をロックされ、特訓が終わるまで監禁され、選手たちはレベルアップして、修練場から出てくる。コメント欄では、稲入れ枠で、を使ったゴッドハンドの特訓に勝利して見事ランクイン。第27位、魔法少女リリカルナノハ。ナノハのトレーニングメニュー。続いてランクインしたのは、エースオブエースの強さの秘訣、ナノハのトレーニングメニュー。小学3年生にして、トリプル A ランクの魔導士と判定された高町ナノハ。その1日は、ハードの一言に尽きる。午前4時30分、起床。5時までに登山道を登って、一桁の高台に到着。7時まで2時間、攻撃魔法を中心に魔法の練習。家に帰って家族と食事。しかし、魔導デバイスのレイジングハードが、手を動かしたり、口を動かしたりなど、あらゆる行動に莫大な魔力を消費する。魔術師養成器物の効果を発動させ、普通の魔導士では立ち上がることもできない。負荷をかけながら放課後まで生活。小学校の授業は真面目に聞いているが、2つ以上の思考を同時に行う。マルチタスクの訓練も同時に実施し、実際の戦闘を想定したシミュレーションをレイジングハートが脳内に直接送信し、飛行、索敵、攻撃、防御、あらゆるパターンを想定した高度な高速空中戦の戦略と思考を学習。実践レベルの戦闘経験を小学校の座学と同時に習得する。学校が終われば友達と遊んで休息を取り、塾と家の手伝いがなければ街の上空を飛行して魔法射撃の訓練、家に帰って宿題と夕食、食後は夜空を飛び回り効果的な高速軌道を研究する。終了後はお風呂に入って8時30分に就寝。ひたすらこの生活を繰り返す。コメント欄で注目を集めて見事ランクイン。第26位、ワンパンマン。埼玉のトレーニングメニュー。続いてランクインしたのは、最強ヒーローの強さの秘訣、埼玉のトレーニングメニュー。理解が追いつかないほどに強いハゲマンってこと埼玉。ジノスは埼玉の強さを理由に興味を持ち、直接その疑問を投げかけると衝撃のトレーニング内容が発表される。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、ランニング10キロ、毎日やる。雪の日も嵐の日も風邪をひいても欠かさず行う。必ず1日3食食べる。朝はバナナでも OK、 夏も冬もエアコンを使わずに過ごす。以上、普通すぎる一般的な筋力鍛錬の域にすっぽり収まる程度の、どう考えても強さとは見合ってないトレーニング。しかし彼はこのトレーニングを3年以上続け、全ての毛が抜け去った代わりに最
強の力を手に入れた。コメント欄ではこのトレーニングで強くなるのは逆に無茶と注目を集めて、見事ランクイン。第25位、新テニスの王子様、荒屋敷。続いてランクインしたのは、蘇ったものだけが手に入れる力、荒屋敷。テニスの王子様の続編である新テニスの王子様、無印の時点すでにテニスボールで客席を破壊したり、対戦相手の五感を奪ったりと能力バトル漫画のようになっていたのだが、新テニスではアンダーセブンティーンの世界大会が開催され、もうテニスと言っていいのかわからないものになっていた。テニスで死にかけるのは当たり前、空間を削ってブラックホールを発生させたり、相手に幻想を見せたり、偵察で行った桃代が呪いで精神崩壊したり、本物の馬に乗ったままテニスしたり、フランス人の忍者が忍術を使おうとしたりと、スポーツ漫画のふりをしたバトル漫画風ギャグ漫画状態。その中でも特にヤバいのが日本の最強高校生平等院鳳凰。彼は信じられない方法で力を得る。2年前すでに最強と呼ばれていた彼は代表合宿で敗北するも、悔しいという感情を持っておらず、監督は彼に現代まで生き残った聖徳太子のもとへ修行に行かせ、瞑想によって精神世界の洞窟を進み門にたどり着く。この門の先がアシュラの神道、精神を自在に操る力が手に入る。しかし彼は門を開けたことで見えた別の道を行くことを選択する。修行を終えた彼は船で海を渡り、世界中の実力者と戦って武者修行をし、スイス代表との試合中に雷が直撃、心肺停止で死亡した。しかし彼は蘇り、荒屋敷を手に入れる。荒屋敷は一度滅びて蘇った者が手にする力、絶対に敵を攻略する力であった。コメント欄で注目集めて、見事ランクイン。第24位、ブリーチ、ただの殺し合い。続いてランクインしたのは、ザルク金八に手加減をやめさせる方法、ただの殺し合い。敵を瞬殺する実力を持ちながら戦う楽しさを知ってしまったことで手加減を覚えてしまったザルク金八。しかしユーハバッハによって総隊長が殺され、5隊13隊は崩壊寸前。クインシーの進行に備えるため、中央四十六室は決定を下す。それこそが初代金八宇野花八部とザルク金八の殺し合いであった。最強の名を欲しいままにした宇野花が唯一認めた名もなき少年、少年にとって宇野花は初めて本気で切り合える敵であったが、こんなにもたぎる殺し合いはもうできないと本気で人を切ることをやめてしまった。ザルク金八は殺し合いの中で少しずつあの日を思い出す。戦いの記憶、本当の力。宇野花はザラキケンパチを目覚めさせるため死を覚悟して剣を振る。ザラキケンパチは何度も致命傷を受け、一瞬で治癒される。宇野花の傷も一瞬で癒える。どちらかが完全に息の根を絶つまで殺し合いは終わらない。そしてザラキケンパチはようやく目覚める。宇野花は胸を貫かれ、満足げにザラキケンパチを送り出す。さよなら、世界でただ一人私を喜ばせた人よ。いくら戦いに勝つためとはいえ、修行のために死ぬのはヤバすぎる。コメント欄ではブリーチ爆で浦原さんの修行や最後の月が天章の修行に勝利し、見事ランクイン。第23位、鬼滅の刃、大岩切り。続いてランクインしたのは、鱗滝左近次の最終試験、大岩切り。鬼となった禰豆子を救うため、鬼殺隊の検証を目指す炭治郎。水柱、富岡義勇の紹介により、育ての鱗滝左近次は炭治郎の指導を開始する。罠だらけの山を突き進み、ひたすら刀を振り続け、全集中の呼吸を学ぶ。これを休まず毎日続け、1年が経ったある日、もう教えることはない。と言われ、最終課題が言い渡される。それは炭治郎の身長をも超える、大岩を刀で切ることであった。鱗滝は何も教えてくれなくなり、炭治郎は今までに教わったことを一から戻ってひたすら練習。それでも大岩は指すら入らず、半年が経過。絶望寸前の炭治郎の目の前に、狐の面をつけた子供が現れる。サビトとマコモ、二人は鱗滝に拾われた孤児で、炭治郎が知識として覚えた鱗滝の教えをひたすら体に叩き込む。炭治郎はサビトとの戦いの中で肺がちぎれそうになるほど刀を振り、マコモは炭治郎の悪い癖を直す。二人の指導でボロボロになりながら、さらに半年、炭治郎は真剣を持ってサビトに挑む。勝負は一瞬、今まで教わった全てを込めて炭治郎がサビトに一立ち浴びせると、サビトは安心したように笑いかける。そして二人はいつの間にか消え、サビトの面を割ったはずの刀はあの大岩を切っていた。コメント欄では、大岩切りなら大の大冒険の方が好きという意見もあり、これでも全体のわずか 6% であったため、この順位とした。第22位、遊戯王、ドローの特訓。続いてランクインしたのは、引きの良さを上げる訓練、ドローの特訓。デュエルモンスターズを学ぶ学校、デュエルアカデミア。その売店ではドローパンが売られている。外からは見えない袋に包まれたパンはコロッケ、焼きそば、ピザの具など完全に何でもで入っており、当たりは1日に1つしかない金の卵パン、外れはクソまずい目指しパンなど、デュエリストのドロー運を試すことができる。このパンに取り憑かれた一人の男、タイザンタイラ。彼は何回引いても外ればかり。デュエルでもサイコショッカーを相手にプロップカードを引きまくり、圧倒的にドロー運が足りてなかった。タイザンは山にこもり、ドロー運を上げる修行を行う。引きを強くするためなら何でもやる。適当に選んだキノコを食べたり、滝に流れるデッキからカードをドローし、1年の修行によって彼は自分のドローはもちろん、相手が引いたカードすらも当てられるようになっていた。このようなドローの特訓は遊戯王シリーズで何度も描かれ、ひたすらドローの素振りをしたり、滝を切りながら素振りしたり、重りを持ったまま素振りをしたりと、意味があるのか疑問が残るか、基本的なデュエルの鍛錬として使われている。コメント欄で注目集めて、見事ランクイン。第21、影の実力者になりたくて、影の実りの修行。続いてランクインしたのは、中二病の極地、影の実りの修行。異世界転生の修行といったら、普通は異世界に転生してから始める。しかし影の実力者に憧れた実りは、学校では何者でもないモブのふりをしながら、空手、ボクシング、剣道、格闘技とひたすら武を極めていたが、いくら鍛えても軍隊には勝てないし、核ミサイルの前では無力だと気づく。実りがなりたいのは、圧倒的な力を持ちながらも力を隠して影で暗躍する実力者、武を極めても叶わないと悟る。そして彼が導き出した結論こそが魔力の習得であった。魔力の習得方法は誰も知らない。だから全てを試してみる。座禅、滝行、断食、回収、ヨガ、瞑想、精霊探し、十字架に張り付け、真羅万象を感じるために全裸で大木に頭を打ち付け、ある日ミノルは光を感じる。それが魔力であると感じたミノルは道路に飛び出してトラックに轢かれた。だがその経験は異世界で引き継がれ、やがて本物の影の実力者になっていた。コメント欄では、現実世界でやるのはヤバすぎると注目を集めて、見事ランクイン。意味不明な内容を含みます、ご注意ください。第20位、ボボボボボボボ、鼻毛道場。続いてランクインしたのは、鼻毛神剣始まりの地、鼻毛道場。ヘッポコ丸を仲間にしたボボボたちは修行のために鼻毛道場を訪れた。頭にアンパンを装着し、アンパンに食われたドンパッチを無視して中に入ると、大量の巨大メダカが待ち構えていた。修行のステップ1は、アンパンを守
守り抜くこと。メダカは好物のアンパンを見て攻撃を仕掛ける。大量のメダカに苦戦しながらなんとかアンパンを守り抜くヘッポコ丸だが、ビューティーは早々にアンパンを食われる。しかしアンパンを食ったメダカは倒れる。なんと頭につけていたのはジャムパンで、ジャムパンはメダカの弱点であった。ボーボボはメダカにジャムを塗りたくるが、食パンが俺にジャムを塗れと要求する。しかしボーボボはバタートースト派、見ず知らずの食パンにジャムを塗ることはできない。そうしている間にヘッポコ丸をメダカを殴って倒し、ステップ1をクリア。ビューティーもついでにクリア。しかしヘッポコ丸が天井を見上げると、時刻表が時刻を調べて欲しそうにこっちを見ていた。そして奥からおばさんが現れ、ボーボボを叫ぶ。師匠、おばさんは初代目のボーボーに驚いたが、鼻毛神経で勝負を仕掛けてくる。鼻毛分身、おばちゃんが2人、おばちゃんが3人、おばちゃんが4人、おばちゃんが5人、じいちゃんも1人。あっという間に囲まれて、ボーボボは叫ぶ。何者だあのおばさん、鼻毛神経を使ってやがる。そしてなんやかんやあって、おばさんは日本酒となり、勝利の美酒に酔いしれていた。コメント欄で注目集めて、見事にランクイン。呪術廻戦のネタバレを含みます。アニメ派の方はご注意ください。第19位、呪術廻戦。相撲。続いてランクインしたのは、全員巻きを覚醒させる方法。相撲。前の呪力が消えたことで、完全なフィジカルギフテッドとなった全員巻き。しかし、あの伏黒当時には、まだ及ばない。巻きは、人の心がない呪いとの戦いで、自分に足らないものを探していた。そこに現れた二人の人物。ダイドウ鋼と、ミオ六十四。呪いの見えないダイドウの剣さばきは、巻きを超える殺傷能力で、簡単に人手なしをぶった切る。それ以外が全て見えていれば、もはやそれは見えているも同義である。ダイドウの言葉の意味が分からず、巻きはさらに迷いを見せるが、ミオは領域を展開する。それは相撲を取るためだけの結界。巻きとミオは相撲を取り、巻きは簡単に投げられる。マキにはダイドの言葉の意味がわからない。自分に足らないものがわからない。俺はわかるぞ。立て。相撲を取るぞ。俺はそれ以外の伝え方を知らん。ぶつかり合った瞬間にお互いに全てが流れ込む。線を超える取り組みの中で、ミオはマキと対話する。そして答えを見つけ出し、全員マキは覚醒した。コメント欄では、呪術廻戦枠で DVD 鑑賞に勝利して、見事ランクイン。第18位、カレードスター。幻の大技の修行。続いてランクインしたのは、ほぼ等身自殺。幻の大技の修行。2000年代に数々の名作を手掛けたアニメ制作会社、ゴンゾ。現在では、シン・ゴジラやシン・エヴァの監督、スパイファミリーのプロデューサーなどを務める、そうそうたる面々がかつては所属し、ガンクツ王やバジリスク、NHK にようこそに、瀬戸の花嫁など、人気作を生み出した。その中でも、今もなお、ファンイベントや音楽祭が実施される人気作、カレードスター。主人公の空が、カレードステージという、シルク・ド・ソレイユ的なサーカスのスターを目指して、命がけすぎる危険な技をひたすら練習して、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 ステージを見た人を笑顔にするアニメ。空とライバルのレイラの二人は人間には無理すぎる技に挑むのだが、ファンタジー要素は意外に少なく、ひたすら努力で技を習得。その中でもおそらく一番無理でヤバすぎる技が幻の大技。二人がステージの左右から空中ブランコで中心まで行き、ブランコを離して空中でお互いを押し続け、二人は空中で回転して落下せず数秒間浮揚し続ける技。物理的にマジで無理なのだが、特訓内容もスパルタすぎる。アリゾナ州グランドキャニオンで崖を登り、崖から飛び降り、崖で懸垂、鉄球を受け止め、ブランコから飛んで丸太を押す。二人の息を合わせ、体重を合わせるため断食して走り、致命的な怪我をしてボロボロになりながら技を完成。観客に大きな感動を与えた。コメント欄で注目を集めて、見事ランクイン。第17位、ジョジョの奇妙な冒険、ヘルクライムピラー。続いてランクインしたのは、波紋の持久力を試す修行、ヘルクライムピラー。バブとの決闘が決定し、シーザーと修行することになったジョセフ。残された時間は33日。ベネチアでリザリサから波紋の修行を受ける。正しい方法でなければ呼吸できない。呼吸法、強制マスクをジョセフは装着。ヘルクライムピラーに突き落とされる。それはオイルまみれの大理石の塔を波紋の力だけで登る修行。柱は波紋以外を受け付けず、ジョセフは1日経っても0メートル地点。一緒に修行するシーザーでさえ15メートル地点で停滞しており、ゴールの24メートルはまだまだ先。ジョセフはシーザーの言葉からヒントを得て、指先のみに波紋を集中させ、やっと少し登り始めるも、そこから1日が経過して、ジョセフ16メートル地点、シーザー18メートル地点となる。シーザーがなかなか進まない理由は、この柱は上へ行くほどオーバーハングしているためで、想像を絶するきつさとなる。さらにジョセフがズルしようとしたせいで、20メートル地点から超高圧でオイルが吹き出し、バリアとなって触れたものを切断。シーザーは足にひっつく波紋、体に弾く波紋を集中させ、なんとかギリギリで突破するも、ジョセフに可能な技術ではない。登り切ったシーザーが心配する中、なんとジョセフはバリアの下を滑り、反対側の壁に張り付くことで、この試練を乗り越えた。投票では11%を獲得し、コメント欄では、ジョジョの修行の中では厳しいと注目集めて、見事ランクイン。第16位、キングオブプリズム、滝でブレイクダンス。続いてランクインしたのは、意味なさそうで意味ある修行、滝でブレイクダンス。プリズムショーをするアイドルの事務所、エーデルローズは危機を迎えていた。次のプリズムキングカップで優勝できなければ事務所は解散となってしまう。エーデルローズからは4人が出場し、その一人である西名和樹はストリート系出身のプリズムスター。和樹は修行としてダンスを極めるため、滝に打たれながらブレイクダンスをする。何度も滝に流されながらブレイクダンスで嵐を起こす。しかし冷静に考えると、プリズムショーはアイススケート的なものなので、手をついてしまうと反則となる。そして大会の当日となるが、なんと会場であるスタジアムを大和アレキサンダー選手がショーの途中で技でドラゴンを出して完全に破壊。大会は続行不可能。それまでの最高得点である高田の馬場ジョージ選手の優勝が決まるが、和樹はショーを始める。回転力で空中に飛びながらダンスし、回転に乗って空を飛び回り、会場の瓦礫をかき集め、会場を新しく作り直してしまった。規格外すぎて失格になってしまったものの、大会を継続させ、仲間に後を託すことができた。後にこの事件は新聞に載り、新ステージアムができたことで1200億の予算が浮き、次は中央卸市場を新しくしてほしいと要望が多く集まった。コメント欄で注目集めて、見事ランクイン。第15位、トリコ。
植林寺の修行。続いてランクインしたのは、職技を極める道、植林寺の修行。次の目的食材は、シャボンフルーツ。美食人間国宝のチンチンチンに連れられて、職技を学ぶ寺、植林寺にたどり着く。チンチンチンは植林寺の師範であり、シャボンフルーツは植林寺の呪法。しかし、シャボンフルーツは職技を極めなければ、触ることすら叶わない。職技を学んで、シャボンフルーツを手に入れるため、二人は植林寺で修行することに。朝は早朝に泥で起こされ、座禅ならぬ食前を行い、あらゆる雑念を取り払い、少しでも感謝の念以外があると、目の前の松明つくしの火が消える。これを火を消さず、30分耐え、つくしの量と時間を増やしていく。次は朝食。お米の一粒一粒に卵が入っており、炊き上がるとほかほかのゆで卵飯になる。 TIG 卵入りご飯を食べる。少しでも力を入れすぎると割れ、全てが米の粉になってしまう。次は感謝の修行。正しいフォームで合唱し、感謝し続けなければ、感謝ボテンの針で串刺しに。1ミリでも動くと崩れる。不倫ラクダのコブを頭に乗せて、一切動くことは許されない。夕食はローズハム。種を植えて感謝することで芽が出て花が咲いてハムになるが、感謝が足りなければ育たずに食事に一生ありつけない。二人は凄まじい速度で職技を学ぶが、職技の奥義である食没、完全に食事に没頭するほどの感謝を覚えなければ、シャボンフルーツにはたどり着けない。コメント欄では、飯抜きは辛いと注目集めて、見事へのクイーン。で、注意。1億年ボタンを連打した俺は、気づいたら最強になっていた。1億年ボタン連打。続いてランクインしたのは、数十億年続く修行。1億年ボタン連打。タイトルだけでもう説明することがないほどに、本当にそのままの修行だが、落第剣士のアレンは、明日に迫っていた決闘を前にして、謎の仙人からボタンを渡され、押すと、1億年の修行が始まり、謎の空間にワープして、そこでは修行に必要な設備が用意されており、ひたすら修行に打ち込むが、2000年経過したくらいから発狂し、負けたくないというだけの気力で、ひたすら剣を振り続け、1億年が経過。アレンは元の世界に戻ってくるが、それでも相手に勝てないと思い、ボタンを再び借りて連打。最強の剣士となった。コメント欄ではこのランキングにぴったりと注目集めて、見事ランクイン。で、主催ワンピース。ゾロの筋トレ。続いてランクインしたのは、船内で行う普段の鍛錬、ゾロの筋トレ。ワンピースは作中で極端に修行シーンが少ない。それは小田栄一郎先生の考えであり、漫画の修行シーンは面白かった試しがないので、ワンピースでは極力書かないと言ったとか言ってないとか。主な修行は2年間に集約されており、ほとんどいつの間にか強くなっているのだが、ゾロだけは様々な場面で修行しており、何度もトレーニングシーンが描かれている。アラバスタで引っ越しクラブに乗って移動中に、ラクダを刀に乗せて重りにし、腕の筋肉を鍛えたり、いつでもミスターワンを切った時の力を引き出すために、大岩を腕に乗せて耐え続けたり、一つ100キロの重りを5つつけて、500キロの重さとなった棒をブンブンとメリーゴーの上で振り続けたり、それを上回るほどの重りを足で支え、腕の力だけで逆立ちで腕立てしたり、さらっとやってることがヤバすぎる。コメント欄では、ワンピース枠で、ワノ国でルフィがやった、牢獄での修行に勝利し、ドランクインテンションに明日のジョー。力石の原料。続いてランクインしたのは、漫画史に残る伝説のシーン、力石の原料。修行とは、強くするためだけにするものではない。力石と俺の場合は、因縁のため、矢吹城との決着をつけるため、13連続 KO の記録を持ち、全日本新人王を獲得した力石が、まだまだこれからのジョーにこだわるのは、少年院時代の因縁から、プロのリングで決着をつけるため、そのために、本来ウェルター級の力石が、当時で言うと3階級した、現代だと6階級下のバンタム級に、体格的に無理な減量をしなければならず、ジョーと戦うためだけに、1年以上にわたって、無茶な減量を行った、大量の暖房器具を用意して、サウナ状態でひたすら練習を続け、水抜きはもちろん、トマトやリンゴなどの最低限の果物しか口にせず、夜は乾きに襲われて、水道の蛇口をひねらないように、物置に外から鍵をかけて閉じこもる。バンタム級まで、なんとか落とした彼は、すでに限界を超えた状態で、練習中は意志が常駐し、サンドバッグでジョーの顎の高さだけをひたすら叩く。そしてとうとう限界を迎え、物置の扉をぶち破り、練習生を倒して、水を口にしようとするが、蛇口は針金で封じられており、一杯の白湯を飲むことを勧められるが、その気持ちだけ飲ませていただく。と言って、白湯を床に流してしまった。その結果、最悪の結末を迎えたものの、この減量シーンは、多くのファンの記憶に壮絶に刻まれ、今もなお作品を代表する名シーンの一つとなっている。コメント欄で注目集めて、見事ランクイン。第11位、ナルト。ロックリーの修行。続いてランクインしたのは、努力の天才、ロックリーの修行。現代の漫画で努力と言ったらナルト。ドラゴンボールやスラムダンクのような、ひたすら泥臭く努力するような、いい意味でも悪い意味でも、ジャンプ的、友情、努力、勝利の流れを踏襲した漫画が陰りを見せ、マガジンに発行部数で負けていた暗黒時代の終わりに、さっそうと現れた、ザ・努力漫画、ナルト。主人公のナルトはもちろん、数多くのキャラの修行が描かれ、今を頑張る多くの読者に勇気を与えた。その中でも特に印象的なのが、忍術が使えない忍者、ロックリー。落ちこぼれのナルトよりも才能がなく、忍術も現実も一切使えないリーがバカにされ、仲間にすら呆れられ、くじけそうになって諦めかけて、ボロボロになって泣き崩れるほど悔しくて、それでも誰よりも努力する。どんなに笑われてもダサくても自分を信じない奴なんかに努力する価値はないと、ガイ先生の言葉を信じ、汗を流したリーの姿は誰よりも青春の二文字が似合っていた。そしてリーの修行の中でも特に驚かされたのは、リーが足に装着していた重り。周囲は重りを外したくらいでほとんど変わらないと思っていたが、重りを落とすと地響きが起こり、落下地点の周囲が破壊される。いくら何でもやりすぎで、もはや逆進なのだが、その後は速度が飛躍的に上昇。すでに常人レベルと言われたガーラをあと一歩まで追い込んだ。コメント欄では、ナルトは仙人モードの修行や多重影分身を行った修行など、様々な修行に票が割れてしまい、ナルト全体のコメント数は多かったが、微妙な結果となってしまった。で、10位、巨人の星。
大リーグボール養成キプス。続いてランクインしたのはスポコンの原点、大リーグボール養成キプス。とにかくスパルタの練習が持ち味で、スポコンというジャンルを浸透させた野球漫画の金字塔、巨人の星。星飛雄馬は巨人軍に入るため、父一徹から英才教育を受け、コーチでさえ問題になるほどの虐待指導で、数々のライバルと戦っていくのだが、星飛雄馬の代名詞は大リーグボール。消える魔球やバットを避ける魔球など、現実には不可能すぎる変化球。そのために一徹が飛雄馬に着用させ、そのまま練習はもちろん、食事などの普段の生活までも強制していたのが大リーグボール養成キプスであった。場面によって上半身の動きが制限され、強力な反発に逆らわなければならない。ヒューマンはこのキプスによって恐るべき筋力を手に入れて、当時は真似をする子供もいたそうだが、現在は完全に無駄と言われており、科学的には逆効果という結論が出ている。投票では全体の 16% の票数を獲得したものの、コメント欄ではインパクトだけできつくないという意見が多く見られたため、この順位とした。第9位、僕のヒーローアカデミア器トレーニング。続いてランクインしたのは、ワン・フォー・オールを継承する方法、器トレーニング。ナンバーワンヒーロー、オールマイト。彼の個性であるワン・フォー・オールは何人もの手に渡りながら引き継がれてきた。そして、オールマイトが選んだ次の継承者こそ、ヒーローに憧れる無個性の少年、緑谷いずくこと、デクであった。しかし、個性を受け取るにはリスクがあり、鍛え上げられた肉体でなければ、耐えきれずに死士が爆散する。デクが英雄高校を受験する当日までに、ワン・フォー・オールを受け止める器を作るため、オールマイトが用意した訓練とは、海浜公園の清掃であった。波の影響で大量の粗大ゴミが流れ着き、不法投棄も横行している。一面ゴミだらけのビーチを片付けて、ゴミ一つない砂浜にすること。それが完遂できれば正式で後継者として認められ、ワンフォールが譲渡される。当然楽なものではなく、残り10ヶ月しかない期間の中で、オールマイトが考えたアメリカのドリームプランに生活の全てを捧げ続けた。雨の日も風の日も、食事、運動、勉強、ゴミ拾い、オールマイトみたいな最高のヒーローになりたい。その思いだけで突き進み、思いが先行してプラン以上の訓練をしてしまい、オーバーワークでぶっ倒れそうになるも、入試当日の午前6時、デクは指定した区画を越えて、目の前に広がるビーチ全ての水平線を復活させ、後継者として認められた。コメント欄では、人間にできそうなギリギリのレベルだからきつさが伝わると注目を集めて、見事なクイーンダッシュ。ポケットモンスターサトシの特訓。続いてランクインしたのは、タイプワイルド。サトシの特訓、身体能力が高すぎてネットではスーパーマサラジンといじられるポケモンのサトシ。10万ボルトや火炎放射を食らっても丸焦げになるだけですぐに回復し、70キロの容疑なさを乗せて旅をして、5メートル以上の大ジャンプ。明らかにサスケとか出るべき逸材だが、サトシはポケモンの特訓に付き添って一緒に訓練する会が多く存在する。キモリと一緒に種マシンガンを覚えたり、ケロマスと一緒に忍者の修行をするのはまだ序の口。サトシはルチャブルトの修行の中で衝撃の一言を言い放つ。そのフライングプレス受けさせてくれないか。一応木をサンドバッグにはしていたものの、威力80の技を受け、ちゃんと直撃したのに無傷であった。その後も、俺はポケモンになるんだと言って、月光下と全く同じ特訓をやって、ナルトでよく見る木の間を飛んで走るやつをやったり、空を飛べない白竜の特訓でピカチュウのエレキネットで感電しながらジャンプして一緒に竜の舞を習得する。絶対に本人はやらなくていいのに、一緒に無茶な特訓をしてポケモンとの絆を深めていった。コメント欄で注目集めて、見事なクイーン。第7位、キングダム平定。続いてランクインしたのは、普通に無理すぎる試練、平定。天下の大将軍を目指す下僕の神話、王都奪還の王将で平民となり、大将軍の王騎の城を訪れて修行つけてもらおうとするが、いきなり崖から突き落とされる。そこは無国籍地帯の戦場で、植物が育たないほどの荒野であり、深刻に見捨てられた少数部族やどこから来たのかもわからない連中が常に戦いを繰り広げる土地。神話持っていた剣すらも取り上げられ、完全に巻き込まれた縁と二人だけで、老人と子供だらけの100人しかいない集落を味方し、この土地を平定しなければならない。5人一組での戦い方を教え、襲い来る部族を屈服させる。これをひたすら繰り返し、4ヶ月だけでこの一体を全て取りまとめ、見事に平定を完了させた。コメント欄では、さらっとやってるけど普通にヤバいと注目を集めて、見事なクイーン。第6位、スラムダンク。ミドルシュート2万本。続いてランクインしたのは、左手は添えるだけ、ミドルシュート2万本。バスケは初心者だが、異常の身体能力を持つ桜木花道、赤木やルカワなど全国に通用する選手はいるが、圧倒的に層が薄い将軍にとって重要な戦力となる新人だが、できるシュートはレイアップとダンクで、反則で退場しない方が珍しいぐらいの素人。赤木は桜木にゴール下からのシュートを習得させ、両南戦では開幕ゴールを決めた。そしてインターハイまであと10日、チョークは合宿に行くことになるが、レギュラーメンバーで桜木だけが居残り、安西監督との特訓がスタート。その内容が、シュート2万本、10本中1本入ればいい方の桜木が、1週間でミドルレンジからシュートを決めるために安西先生が導き出した本数、単純計算で1日2800本、いくらサポートがいるとはいえ普通に考えて無理な本数で、医学的にも人間の限界。ボールを取る、ジャンプ、シュート、リラックスして膝を使って下から上に、手首を使ってボールはアーチを描くように高く、教わったことを丁寧にリズミカルに繰り返す。毎日手が上がらないほどシュートを打ってビデオで確認して修正する。桜木はその特訓でシュートを覚え、ショークはインターハイに乗り込んだ。コメント欄では、普通に死ぬ本数と注目を集めて、見事ランクイン。第5位、先駆け男塾。男塾名物。続いてランクインしたのは、準拠を無視したただの拷問。男塾名物、江田島平八の主塾である男塾には様々な伝統が存在する。それは長年受け継がれてきたものや教官のその場の思いつきなど様々なものがあるが、皆一様に普通に新人が出る危険な行為で、男を磨くためと言っているが、根性でどうにかなるようなレベルではない。入寮当日に鉄を棍棒で殴られる根性バッター。たとえ前に障害物があっても絶対に進まなければならない。直進工具、油鍋に入ってろうそくを浮かべ、鍋をグツグツにしてろうそくが燃え切るまで耐える油風呂。頭の上に硫酸の入ったティーカップを乗せ、一人でも落とすと全員のティーカップが落ちる地獄前。他にも剣山地獄腕立て伏せやギロチン、ボクシング、ラグビーなど命の危険しかないものばかりで、新人がほとんど出ないのが逆にすごい。コメント欄では、ラグビーや地獄前が特に注目を集め、見事なクイーン。第4位、グラップラーパキ。
1日30時間の鍛錬。続いてランクインしたのは、矛盾の代名詞、1日30時間の鍛錬。ハンマー裕次郎の息子の一人で、バキの腹違いの兄であるジャック・ハンマーは、マッドサイエンティストが止めるほどのドーピング中毒。致死量をはるかに上回るステロイドを打ち、体をでかくするために2度の骨延長手術を実施した。しかし、彼がそこまでして体を改造する理由は、彼自身の上気を逸したトレーニング量に耐えられるだけの体を作るためにある。強さの獲得のみを目指していた頃は、トレーニング量に筋肉がついていけず、オーバーワークで脂肪はおろか、筋肉となるタンパク質も使い果たし、痩せ細ってしまっていたが、ドーピングによって筋肉を強化し、どれだけトレーニングをしてもいい体を手に入れた。強さの追求のためなら、どこまでもストイックなジャックハンマーは、日に30時間と語るほどのトレーニングを行い、北極熊を素手で倒す怪物となった。コメント欄では、1日の概念がぶっ壊れていると注目を集めて、ネクドヤのクイーン、大勢、ハンターハンター。感謝の聖剣好き。続いてランクインしたのは、音を置き去りにする方法。感謝の聖剣好き。ハンター協会会長のアイザック・ネテロは、最低でも120歳以上と言われている超高齢だが、覚醒の兆しが見えたのは46歳。体の衰えと才能の限界を感じていたネテロは、自分を形作ってくれた武道への感謝を込め、山にこもって修行開始、火を整える、拝む、祈って、構えてつく。この一連の動作を繰り返し、聖剣好きを1日1万回実施して、当初は1万回で18時間かかっていたが、2年で日が暮れる前に終わるようになり、50歳頃には1時間を切り、代わりに多く祈るようになり、山を降りたネテロの聖剣好きは、音を置き去りにするほどのスピードで、それを極めた百式観音によって念能力者の頂点に立った。ハンターハンターには他にも多くの修行があり、コメント欄ではビスケがもっと奇妙に行った修行も人気であったが、それが霞むほどの圧倒的な注目を集めて、見事なクイーン。第2位、ウルトラマンレオジープ特訓。続いてランクインしたのは、視聴者ドン引きの伝説の特訓、ジープ特訓。ウルトラマンレオはカンフーブームに便乗して制作されたため、ウルトラマンなのに泥臭い特訓をするウルトラマンレオである大鳥源は、師匠のボロボシダンの特訓を受け、様々な技を習得するが、現代ではどう見てもコンプラ NG で放送できない危険すぎる修行。お前がやらずに誰がやる、お前の涙で奴が倒せるか、この地球が救えるかと、子供たちが真似したらどうするんだというレベルの厳しすぎる特訓シーンが何度も放送。その中でも特に有名なのが、第6話男だ燃えろにて、ターリー星人を倒すために行われた伝説の特訓。その内容はシンプルで、全力で走ってくるジープに対し、生身の体でジャンプしてかわすというもの。やめてくださいと懇願するゲームを無視し、2分間ずっと人身事故を見せられているような正気の沙汰ではない映像はもはや伝説で、最後は急斜面を転がり落ち、ダウンは助けずに帰っていった。コメント欄で注目集めて、見事ランクイン。第1位、ドラゴンボール300倍重力質の修行。見事第一に輝いたのは、ベジータのプライド。300倍重力質の修行。重力の修行は、ドラゴンボールでは定番。悟空はナメック星に行くまでの宇宙船で、ブリーフ博士が作った100倍重力の修行をして、ギニュー特戦隊を倒せるほどの戦闘力に成長。しかし、重力100倍での修行は命がけで、一度は死にかけて、戦図を消費した。その後、悟空は怒りによってスーパーサイヤ人となり、フリーザを倒すのだが、それを見たサイヤ人の王子ベジータは、黙って見過ごすわけにはいかない。その3年後に、スーパーサイヤ人となるのだが、その修行は過酷を極める。ブリーフ博士にお願いし、悟空の100倍を超える、300倍の重力質を作ってもらうが、体重約60キロのベジータの体は、トンになり、まともに立つことも難しい状態。こっそり侵入したヤムチャが数秒で死にかけるほどの空間で、ベジータはなんとか訓練を続けるが、外に聞こえてくるのは悲鳴ばかり。しかし、宇宙中のサイヤ人になるため、スーパーサイヤ人になって悟空を超えるため、その意志の強さだけは誰よりも気高い。限界を超えて450倍で稼働させて、重力質を巻き込んで大爆発を起こす。それでもスーパーサイヤ人に至ることはできなかったが、悟空への感情が増幅されて、自分への怒りでスーパーサイヤ人へ変身。ついでにブルマと親密になって、トランクスが生まれるきっかけにもなった。投票では全体の 66% で半数以上の票数を獲得して第1位。コメント欄ではむしろヤムチャの方が人気で、勝手に忍び込んだだけなのに大ピンチの BGM が流れて吹いたと、シュールすぎる映像が大爆笑を生み、見事第一にランクイン。いかがでしたでしょうか。本編では紹介できませんでしたが、初めの一歩の友川会長のメニュー、マッシュルのマッシュの修行、ジーガンダムのドモンの修行、チェンソーマンの岸辺のメニュー、街角魔族とシャミ子の修行などもコメントが挙げられていました。皆様たくさんの投票のコメントありがとうございます。このように本チャンネルで実施したアンケート結果を元にしたランキング動画を今後も作成していきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。またこんなランキングをやってほしいというリクエストがありましたら、本チャンネルのコメント欄にてどしどしコメントをお願いいたします。最も刺さったリクエストはコメントを固定させていただきます。最後にサブチャンネルの方でも頑張って動画上げてますので、応援していただける方ぜひ概要欄より登録をお願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ。